現象数理学の最前線、いかがでしたでしょうか。津波から調べる海底地形、動物たちの模様、細胞のようなパターン、そして私たち人類の進化、いろいろな研究を紹介しましたが、これは現象数理学のほんの一部。自然や生物や社会には私たちがまだ解明していない複雑な現象がたくさん残されています。数学と実際の生活との、関わりというのが、見えてくるのが面白いと思います。我々が見えてないものを数学を通して見通すことができる、そういった数学を一緒に作っていきましょう。いろいろな現象を見て、その現象の中に数学的な問題が潜んでないかとよく見てほしいと思います。生物の進化の理解、それを深く理解するためには最終的には数学を使ったより深い理解というものが必要になってきます。明治大学グローバル COE プログラム現象数理学の形成と発展では、明日の現象数理学を切り開くために研究者や学生たちがユニークな研究に取り組んでいます。さまざまな現象の中に現れるさまざまなパターンを読み解き、原理を探り、新しい知識を得る、現象数理学のこれからにご期待ください。